はい、7月16日は駅弁の日ということで、今日はカナンの先生たちに駅弁を食べてもらいたいと思います。そもそも駅弁とは鉄道の駅や列車内で販売されている鉄道を利用するお客さん向けのお弁当です。全国で2000以上の駅弁があると言われており、全国各地の名産を使ったお弁当が多く、それを楽しみに旅行する人が多くいます。それでは早速駅弁を食べていきましょう。私は品川駅の駅弁を食べます。品川駅が創立して150周年の記念弁当です。では早速開けて食べてみたいと思います。中身はこんな感じです。どれから食べようかな。ではまず穴子から食べたいと思います。金粉がついてとても豪華そうですね。ちょっとせっかくなので茶飯と一緒に食べたいと思います。うん、あの子にしっかり味付けされていてすごく美味しいです。次はアジフライ食べてみたいと思います。このアジフライは大葉が中に入っているのでちょっと楽しみです。うん、大葉のアクセントが効いていてすごい美味しいです。私が食べるのはじゃじゃん、兵庫のひっぱりだこ飯という駅弁です。ひっぱりだこっていう言葉を知ってますか？とても人気があるという意味なんですけど、そのひっぱりだことたこ飯をかけてひっぱりだこ飯という名前のお弁当です。兵庫県はタコが有名なのでタコのお弁当が作られています。いつも通常版というか普段売ってるのはこちらのものなんですけども、今回は1000万個発売記念ということで金ピカの弁当の壺になっています。僕は今日はこの金ピカの方を食べたいと思います。開けてみたいと思います。中はこんな感じになっています。大きなタコが入っていて、今回金色のこのタコ飯には大きな栗も入っています。食べてみたいと思います。じゃあまず最初にタコから食べてみます。美味しい。コリコリしててすごく歯ごたえがあってとっても美味しいです。なんかタコ以外にも人参とか椎茸とかあと菜の花なんかも入っています。栗も食べてみますね。これもすごく甘くてしっかり味がついてて美味しいです。はい、私がいただくのはこちらです。味噌カツひつまぶし風のお弁当です。これは名古屋の名産がたくさん入ってるんですけれども、名古屋の名物いろいろあって一度に食べられるお弁当になってます。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、中こんな感じです。こっちにひつまぶし風のご飯が入ってて、こっちに味噌カツが入ってます。では早速いただきたいと思います。うなぎがめっちゃ柔らかいです。めっちゃ美味しい。名古屋のものって結構味が濃いんですけど、この濃さがすごい絶妙です。では次はこちらの味噌カツの方食べたいと思います。もうご飯の半分がもう味噌カツで埋まってます。うん、このカツもしっかり味噌の味が染みてますね。美味しいです。はい、ごちそうさまでした。すごい美味しくてペロッとあっという間にいただいちゃいました。さあ今日は3つの駅弁を紹介しましたが、皆さんどうですか？食べたくなったんじゃないでしょうか？まだまだたくさん種類があるので皆さんが好きな駅弁をぜひ見つけてみてください。では今日の動画はここまでです。また会いましょう。